こんにちは、フィールドミュージックスクールの森田です。今回はハイハットでリズムキープするための、左足の使い方と、ハイハットペダルの踏み方についてやっていきたいと思います。動画とか見てても左足でこうリズムキープしてたりとか、まあ、音は出してないけど、空踏みでこうモーションしてる、ものとかを結構見かけるかと思うんですが、これは右足でいろんなリズムを踏むために左足で、しっかりとリズムキープをしてると、全体的なリズムもすごく良くなったりしますし、ハイハットの、16分音符でのオープンを使うときに、このリズムキープしたタイミングで叩くこともあるので、すごくこれは、マスターしててすごく、ためになる、テクニックかと思います。なので、まずはこの左足をしっかりキープできるような、踏み方、使い方っていうのを、この動画で少し解説していきたいと思いますので、ちょっと参考にしていただいて、トライしていただければと思います。では早速やっていきましょう。まず、ハイハットの使い方ですね。ハイハット、ポイント3つあります。まずハイハットのこのシンバルの使い方、ポイントの1つ目ですね、はこのハイハットの広さになります。このハイハットの広さなんですが、いろんな生徒さん見てきててもすごくこう狭い方多いです。だいたいこれで、5ミリか1センチぐらいですかね、しか今空いてる状態ではないんですが、これで踏まれる方すごく多いです。なぜこれが悪いかというと、まず狭いところからいくら踏み込んでもまず踏み込むスピードがつかないっていうところですね。少し離れた距離から踏み込むのと近い距離から踏み込むのとでは、当然踏むスピードが変わってきます。できるだけ速いスピードでしっかりとメリハリのある音を出すためには少し距離のある、広さに最初に合わせていただけるといいと思います。でもう一点は両足で、右足と一緒に同時に踏む場合ですね、同時に踏む場合に右足の踏む深さと左足の踏む深さがものすごくこう違ってしまうと、同時に踏んだ時に右足と左足が同時に音を出したくても左足の方が物理的に早く音が出てしまいます。もう微妙なタイミングかと思うんですが、これはすごく重要なことなので、まずは右足の踏む深さと左足の踏む深さをなるべく合わせていただく。で、そのためにはだいたい指2本分ぐらいですかね、最低でもこのぐらい開けていただけるといいと思います。で、長さ的には3から4センチぐらいですね、開けていただいて両足踏んだ時にだいたい同じぐらいの踏む深さになっていれば、このぐらいで一番いいかと思います。なのでこれで少しこう慣れていけると、この距離でも全然、踏めるようになってくると思いますので、ちょっとこの広さに慣れていただけるといいと思います。で、次に、プレートに足に置く位置ですね、2つ目のポイントとしては、足を置く位置になります。右足の場合にはバスドラムのところでちょっとご説明したかと思うんですが、プレートの前よりも少し前の方を開けて足を置くっていうふうに、説明していったかと思うんですが、左足に関しては前に押し込む力と下に押し込む力ですね、下に踏む力、左足に関しては下に踏む力しか必要ないので前に押し出す力は必要ありません。右足に関しては前に押し出す力と下に押し込む力2つが必要だったので、少し前を開けて前にも押し出せるように下にも押し込めるようにっていうふうに、ちょっと前の方を開けて足を置いたかと思うんですが、左足に関しては下に押し込む力だけ必要なので、できるだけ、かかとを立ててつま先立ちになってもらって、そしてプレートの一番先端に足をくっつけるような感じですね、で踏んでいただけると
しっかりメリハリのある、歯切れの良い音になってくるかと思います。で、足の角度なんですが、このふくろはぎと、スタンドですね、ハイハットのスタンドなんですが、これがまあ大体垂直になるぐらいですね、しっかりと垂直になるぐらいの足の位置に置いてもらうといいと思います。ですので、しっかり下に押し込むためには、これが垂直になる、これがハイハットの位置がすごく前に遠いと下になかなか力が入りません。逆にこれがすごく近いと、今度はリズムパターンとかを叩くときにすごく窮屈になってしまいます。両手で16ビート叩くときなんか余計に、ちょっと窮屈になってしまうので、これがまっすぐ垂直になるぐらいに置いていただくようにちょっと心がけていただけるといいと思います。これが2つ目のポイントで、3つ目ですね、あとは踏み方になります。踏み方に関しても、足のじゃあどこに重心を置くのかっていうことなんですが、かかとの方に重心を置いて踏んでしまうと歯切れの悪い、べちゃべちゃとした歯切れの悪い音になってしまいます。なので、かかとを立てたまま、しっかりとつま先の方に力を入れて、で、あと足全体でできるだけ踏んでいけるようにすると、歯切れの良い音になってきます。このスピードと、歯切れの良さ、があるとリズムキープするのにも、ハイハットのオープンで使うものにもすごく、しっかりとした音が出てくるので、まずはこの踏み方っていうのを、マスターしていっていただけるといいと思います。では実際に、両足一緒に、踏んでみましょう。ここでは右足の踏む、タイミングと左足の踏むタイミングがしっかり同時になっているかちょっと確認しながら、一度踏んでいってみてもらえるといいと思います。では、両足だけやってみましょう。で、これに、手の方もつけていきたいと思います。手の方まず四分音符で叩いていきます。ハイハットで右手も叩いていきたいので、叩く時のタイミングと、今度は踏む時のタイミングですね、ハイハットを踏んだ時のタイミングがしっかり一緒になるように、これがずれてしまうとオープンの音が鳴ってしまいます。これだと、叩くタイミングとハイハットの締めるタイミングが、バラバラになってしまうので、しっかりと叩くタイミングと合わせて、いけるようにちょっと意識してみてください。じゃあ、両足に、右手の四分音符で、叩いていきたいと思います。はい、では今の形に手を8分音符に変えていきたいと思います。8分音符に変えるとどうなるか、ちょっと試してみたいと思います。じゃあまずやってみましょう。ワン、ツー、シー、フォー。はい、今手8分音符で叩きました。で、ここで注意したいのが、
足を左足を上げるタイミングです。左足の上げるタイミングが今8分音符で叩いたんですが、8分音符の裏側で足を上げてしまうと、8分音符の裏で叩いた時にオープンの音になってしまいます。ちょっと一度やってみます。これが悪い例になります。ワン、ツー、シー、フォー。はい、これはハイハットを上げるタイミング、右足も今一緒に合わせたので、両足上げるタイミングがすごく早いタイミングで上がってしまってます。早いタイミングでなぜ、上がると悪いかというと、早いタイミングで上がるということは早いタイミングで、音が出てしまいます。なので足だけが音がどん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 突っ込んでしまうような、形になってしまいます。なので、なるべくギリギリまでしっかりと踏んで一瞬上げて落とすっていうような意識を持ってもらえるといいと思います。8分音符でハイハットの上げ締め開け締めをする場合には、かかとをつけた状態で踏むことが基本になりますので、ここではかかとを上げてそのまま踏んでいくリズムキープに関しては16分音符の4つ目の音ですね、で上げて1つ目の音で音を出す踏むっていうことを意識してみてください。もう一度やってみます。ワン、ツー、シー、フォー。はい、いかがでしょうか。今の形だと8分音符の裏でオープンの音は鳴ってません。早く上がると腰も安定しなくなってくるので、しっかりと足を地べたにつけれるようにしっかりと安定したハイハットの踏み方をしていきましょう、ちなみに、これを16分音符で叩くと、16分音符目の4つ目にハイハットが上がっているので、4つ目にハイハットのオープンが鳴るようになります。一度ちょっと試しにやってみましょう。はい、これが、ハイハットの正しい踏み方になります。今4分音符で踏んだので、4分音符では16分音符の、1つ目の音ですね、拍の頭の音に音を出して16分音符の4つ目で上げる、でまた1つ目で落とすっていうことのタイミングでしっかり、踏んでいただけると、しっかりとした、歯切れの良い音になってくるかと思います。はい、16分音符で今叩いた時には16分音符の4つ目にハイハットのオープンの音が、鳴りました。このタイミング、4つ目に音が鳴るタイミングをしっかり、マスターしていただければ、いいと思います。すごく、左足すごく難しい、足動かすの難しいなと思われるかもしれないんですが、一個一個確実にやっていけば、しっかりと踏めるようになってくると思いますので、地道に、ゆっくりなテンポからちょっと練習してみてください。今回はハイハットの踏み方と、足の置き方ですね、あとハイハットの広さですね、シンバルの広さ、少し説明していったんですが、今の踏み方を基本にして、8ビートパターン叩いても左足をしっかりキープできるように、16ビート叩いても16分音符で足が動いてもしっかりリズムキープできるように、ちょっとまずは練習していただけると、いいと思います。では、また今度は実践的なものですね、8ビート叩きながらリズムキープしていくトレーニング法なんかを、随時アップしていきたいと思いますので、またその時は、動画ぜひ見ていただけたらと思います。では今日は、最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。